ノキアチューンは、ノキア社製の携帯電話端末に、メーカー出荷段階から、搭載、設定されている、着信音、ノキアトーン、ノキアアラート、などとも呼ばれる。1902年に、フランシスコ・タレガが作曲した、ダイワルツの1モチーフを編曲したものである。なお、ノキアリングトーンあるいはノキアリンギングトーンと呼ぶ。場合には、特定のメロディではない、ノキア社製の携帯電話で利用できる、 着信音全般を指すことになる。ノキアチューンの楽譜の一例。実際の着信音では、これが繰り返し再生される。1902年、スペインの作曲家、ギタリストであるフランシスコ・タレガが、ギター独奏ワルツ、ダイ・ワルツを作曲し発表した。タレガの曲には有名なものも多いが、ダイ・ワルツは、あまり有名なものではない。ノキアチューンのメロディは、 この曲の最初と最後に繰り返される主題の一部である。1993年、ノキア社は、テレビ CM の音楽に、フランシスコ・タレガの、ダイ・ワルツを使用した。その後ノキア社は、フランシスコ・タレガの、ダイ・ワルツを、自社製携帯電話の着信音に1994年から、採用して、現在までノキアの携帯電話に使われ続けている。スマートフォンの普及以前、世界全体で、 ノキアの携帯電話端末市場占有率は30%を維持し、世界で最も有名な携帯電話のメーカーであった。それゆえ、世界全体では定番の着メロとして認識されている。スマートフォンの普及に伴うノキアの没落、マイクロソフトによる吸収を下手後に置いても、ノキアチューンのコピー及びパロディ着信音が多数存在している。ノキアジャパン株式会社が、 日本で販売しているノキア六千六百三十やノキア E 六十一などにもノキアチューンは搭載されているが、同社はノキアチューンを CM などのサウンドロゴとしては使用していない。また、日本国内の携帯電話端末市場でのノキアの市場占有率は依然として低いままである。こうしたことから、日本国内においては、海外の映画やテレビドラマの劇中に登場する携帯電話の 着信音、効果音として初めてノキアチューンに気づく場合が多い。その他、海外旅行の際に携帯電話をレンタルしたり、海外旅行先で現地の住民が携帯電話を使用している場面を目撃するなどでノキアチューンを知ることもある。日本国内でノキアチューンのメロディを生活音として耳にする機会は非常に少ない。国によっては音響商標も 商標登録可能である。ノキア社はノキアチューンを登録商標し、自社の CM などにも使用している。例えば、アジアでは台湾においてノキアチューンは e は声音商標として登録保護されている。なお、日本では2017年現在登録されていないノキアチューンの著作者は作曲者のタレガである。したがってノキアチューンの著作権はノキアではなく、タレガもしくは 彼から譲渡された者が有するはずである。しかし、タレガの没年は1909年なので、ノキアが CM に使った1993年時点には、著作権は世界中で消滅し、パブリックドメインとなっていた。なお、著作権保護期間が長い国として100年のメキシコと99年のコートジボワールがあるが、メキシコの保護期間は当時75年であり、 コートジボワールでは著作権が発生したスペインの保護機関が適用され、共に消滅している。したがって、楽譜からや耳コピにより、楽器やミディでオリジナル音源を制作するのであれば、ノキアチューンのメロディは自由に使える。ノキアチューンの音源そのものは、ノキアが作成したものなので、ノキアによる著作隣接権が1994年に発生し、 日本では50年後の2044年の終わりまで存在する。それまでは自由に使うことはできない。ありがとうございます。